鈴木遥スマイルプラス。空さえ飛べるのよ、あなた奇跡を信じられますか。例えば引き裂かれ離れ離れでも心すぐそばにいつも感じるの。女の恋は涙と引き換え、だけど女に生まれたことを悲しい思わない。こんなにも幸せだから、惚れば惚れば命尽きるとも、惚れば惚れば愛はとこしえに。かけてはまた満つる月の輪廻の巡る不思議さよ。例えばもう一度生まれ変わってもきっと出会えるわ、きっと見つけてね。こんなにつらい悲しい恋でも、私あなたを愛したことを不幸でも巡り会いたい。惚れば惚れば命尽きるとも、惚れば惚れば愛はとこしえに。惚れば惚れば愛はとこしえに。
はい、皆様こんにちは、水木はるかでございます。水木はるかスマイルプラス始まりました。よろしくお願いいたします。はい、今日のゲストさん、何回もねご出場でございます、はい、松本さんです。松本新一でございます。よろしくお願いします。何回目ですかね。3回目だったと思うんですけど ね、はい、だんだん慣れてきましたけどね、うん、はい、まずね、お便りが来ましたんで、いつもね、コメントいただいております、あげおしのちぎりんさんが。さあ、この時間からは水木はるかのスマイルプラスの時間ですよ。月1回のこの時間ですが、時間が経つのが本当に早く、あっという間に待望の第4月曜日を迎えましたね。気象庁の発表によれば、だいぶ前に梅雨入りをしましたが、今日は良い天気に恵まれ、気分よく番組のスタートが切れましたね。本日もよろしくですということでね、本当にありがとうございました。ちぎりんさん、いつもありがとうございます。いい天気でよかったですね、今日ね。そうですね、うん、やっぱりね、雨よりは昨日みたいだったら。そうですね、うん、はい、まあ、ちょっとね、私は鼻風邪って言いますかね、見ちゃって。風邪ひきました。はい、そうなんですよ。夏なのにあのマスクのおかげでね、コロナの時期ずっとね、風邪もひかずに、あれコロナにもかからなかったんですけど、ここ来てちょっと咳が出たり鼻水が出たりしたんですけどね。マスクをしてないんじゃない。そう、マスク取ったのよくなかったのかもしれないですね。慣れてないか。そうですね。お元気だそうですね。あ、私はね、もうね、あの健康を売り物にしてますから、これ見てくださいっていう感じで、余計なもの何にもない。頭に髪の毛がない、眉毛まで剃っちゃった何にもない。これが好きなんです。いいですね。いつも同じ服着て、いつも同じ頭。これが長生きの秘訣だと思ってるんですね。ですか。だから、うん、この調子で年取ったのを誰も気づかない。自分でも気づかない。そうですか。でしょ。いつも同じ。ねえ。でも前はだいぶお酒とかタバコもやってらしたんですか。あ、昔はね、もうそれはそれはね、バカな人生体験がものすごく豊富ですよ。そうですか。で、やっぱりね、あの子供の頃からずっとそうなんだけど、あの精神病で、今も精神病を患ってます。それはないと思いますけれどもやっぱりね、その、だんだんあのいい方に改善されてるんですけどね、良性の精神病に変わってるんです。ですからね、私は自分の悪いところを自慢する症状が未だに出てるんですね。ですから皆さんから見たら私はくるくるパーです。いやいやいや、一日何十回もやるから禁止炎起こっちゃでも、あの、じゃあタバコをやめになったきっかけとか、お酒をやめになったきっかけとか。 あのね、酒もタバコもパチンコもいっぺんにまとめてやめちゃったんですけどね。あ、そうなんですか。一時期、いや、一時期酒もタバコも女もやらない、博打喧嘩トラブル一切なしの、格子も飲まなければ飯も食わん人間になり果てましたよ。そうですか。20年間ぐらい。あら、それを人に言ったら褒められるのかなと思って、とんでもない話で、いやいやいや、死んだ方がいいってやられました。そうですね。だから考えは改めましてね、もう基本酒は飲まない、基本飲む人と基本飲まない人の差というのはえらい違いですよ。私は基本飲まないと決めておいて、機会があれば飲むことにしてる。で、やっぱりね、お仕事をしてればそういう機会もありますよね。何でもそうだけど、病気とも仲良くした方がいいですよ。私は酒とも仲良くしちゃう。あ、そうですか。かわいいね、かわいいね、かわいいぞ、かわいいぞ、かわいい言うんですね。そうすれば、あの痛めつけられませんから。あのね、おとなしい飲み方になる。さすがに自分にこのおまじないをかけるわけですよ。これ皆さんもやってみたらいいと思うね。酒をあの飲む人で、やめたくて飲んでる人っていうのは、なんか自分のこと言ってるような気がしてしちゃうんですけどね。あのそういう人はね、特にね、あの酒と仲良くする。そしたら悪い酔いは少なくともしなくなる。私がそうだもん。あんまり変わらない。だから酒飲んでも飲まなくてあんまり変わらない。うん。あのその大量に飲まないから今は。そうですね。やっぱりね、だから適当ならいいですけどね。昔はこんな顔してなかったですからね。昔はもう幽霊みたいな感じ。ガラスのところにこたってるとハイゴリがいるんじゃないかって。だから無理だよそれは。そんな。何か大きな失敗談とかあります？ああ、道で寝たこと数限りなくあるよ、ね。あら、そうですか。うん、よくご無事で。いや、それはね、昼間。
昼間ですか。昼間だから警察から連れてあの家に帰られてくる。あ昼間から寝ちゃうなっちゃったりですよね。もうね、警察がね知ってるんだ俺んちを。あで連れて帰ってくれるの。パトカーでここ俺んちじゃねえって。いやあんたの家だって言って、ほら見てごらんあんたの家でしょなんて言われて、そういうバカな人生だけ行かず限りなく やってますよ。今よくね渋谷で、うん、あの若い方がね路上で飲んで騒いで大変だとかって言ってますけれどもね、うん、あれどうかなと思う。路上飲みぐらいいいんでねえかと思うけどね、喧嘩するわけじゃないんだからさ、それなんか問題を起こすんだったらダメだけども、うん、飲んでるだけだと何の問題もないと思うけどね、それ持ち帰ればいいんじゃない、飲んでるだけじゃないらしいですよ、うん、いろいろ揉め事もある。そうゴミがね、うん、あれのはね、だからそれが問題があるから、うん、だからダメっつうことなんだ。その飲むこと自体を禁止しちゃダメだもんな、うん、そうですね。それをそのほちらかすのがダメということであれば、うん、話もわかる私だって、うん、そうなんですけどね。そういうこときちんとなってきちんと整ったらいい社会になるかと思ったらとんでもない話で、発散しなきゃね若い人たちは。それ安上がりの方法でしょ。そうなんですけどね、うん、ぼったくりバーなんかったら高いですよ。どうも外国の観光客の方がそのお国ではね沿ってて飲めないからということで、そういうところはやっぱ自分自身が結構いい加減なもんだからあんまり感じないよね私も。今大体が大祭りズムが問題になってしまってね、うん、あの富士山のこともそうですし、もうキリがないなそういうこと言い始めたらな、ね、やっぱりなかなかね、日本人だけがやってたのとは違う発展の仕方をしてしまったようなんですよね。とても残念だと思いますけれどもね。あのね、去年だったかな今年だったかな、去年だったんだろうね一番最新が。でそのもう来てる人からね半分以下だから、恥ずかしい。ですか。もうハロウィンの格好して行くの恥ずかしい。もう来年は来ませんなんて。そのうちなくなっちゃうんじゃないかな。ハロウィンもね、なんだかよくわかんない。ただただ。あんまり厳しくねやっちゃったら、やっぱりそういうのも姿消しちゃうよね。そうですね。恥ずかしいもん。自分一人だけこう言って。なんだかわからないで、ね、変な奇抜な格好するだけのお祭りになっちゃいましたけれどもね。まあ楽しまれるのはいいんですけどね、ほどほどにしないとやっぱりダメですよね。私はそのなんていうかな、真面目なんだろうなみんなね。私は理解できないんだよ。いいじゃないってそのくらい。あそうですね。それでそのほちらかってるんだったらアルバイト雇って片付ければいいこと。まあそうですよね、金使ってね。何の問題もないと思うけどね。私はそういうことが苦になってしょうがないんでしょ真面目な人は。まあそうですよね。私なんか何とも思わない。そうですか。キリがなくなっちゃったんでちょっとね、だから規制しちゃったんですね。若者ってそういうふうにして育つんじゃないかなって私は思ってるけどね。そうですね、うん、まあ理解ある大人で、ね、もう理解 ありすぎちゃってやっぱ皆さんみたいなバッタクルクルクルいやそんなことないですけどこれも手話ですからね。これはこれ皆さんもね覚えて帰ってやってみたらいい、どんな目に遭わされるか。そうなこれが私が63歳の時に初見した手話を。そうですか。だって酔っ払ってるみたいでしょ。全然酔っ払ってないですからね。じゃあ お酒もタバコも食うなくやめられたんですか。ああ苦しみましたよ随分。アル中ですから。アル中なんてひどいですよ今思うとね。必ずタバコ吸ってましたね。アル中の症状が出た時って。だからタバコだけならタバコだけ吸って、で酒飲む時は酒だけ飲む。これ分けてればいいんですよ多分ね。でそれをごちゃしちゃうから、どうしても酒を飲むとタバコ吸いたくなる、タバコを吸うと酒飲みたくなるっていうのがありましたね。それでまあ苦しんだんです。でもいいことなかったような気がする。適当に限度がありますよね、やっぱり何事もね。なんかバカの一つ覚えみたいなことをやるんですよ私。何でもそうね、月に5万円も
出して栄養剤を飲んで、ご飯はインスタントラーメンだけってのもバカでしょこれ。そうですか。よくそれで健康でいらっしゃいますね。こういう人がなかなか自己コントロールができない。私は歯がないから硬いもんが歯が立たん。そうですか。だからね、もうインスタントラーメン食べて自分のマイ栄養剤をもういっぱい3年分ぐらい作ってますからね。あの調味料って腐らないんですよ。調味料70種類だいたい売ってあるやつ全部使ってんだけども、あのね、調味料っていうのは100年でも腐らないと思います。え、そうなんですか。冷蔵庫入れてなくても腐らない。へ、全く。そうですか。うん、だからそういうのでやっぱり、うん、栄養取ってんだね。だからその負担がかからない。歯がないですから、硬いものは歯が立たない。歯がないんだから。じゃ あ, あの歯が立ってるあれ歌の方をちょっと聞いていただきたいと思うんですけどね。はい、あのはるかオリジナル曲をいろいろ歌ってくださって YouTube に上げてくださっておりますけれども、はい、ではそちらの命尽きるとも松本さん、歯がないまま歌っ松本慎一さんで命尽きるともお願いいたします。Thank you.
思わない何度でも巡り合いたい。俺は命スピードと俺は愛はとこしえに俺は愛はとこしえに。ありがとうございます。ね、いつもいろいろ歌っていただいて、うん、今度はね、あの麻布十番がうまく歌えるようになりましたけどね。ぜひ今度はそちらアップしていただいて、先日もね、増戸の、あの賞金が出るカラオケ大会があったんですけどね、なかなか、まあ、ちょっと残念ながら賞金はだったですけど、残念というよりか、私は自分でうまいと思ってても人は思わないみたいですね。そう、まあ、もっとお上手な方がいらしたということで、誰からも見抜きもされませんからね。そんなことはないです。ね、いろいろご協力いただきましてね。今日はあの夜は夜で、あの中目黒のトライというところで、18時会場で18時30分から中目黒トライで、イベントがございまして、そちらで歌いますので、ぜひお時間ある方、これからでも大丈夫でございますのでおいでいただければと思います。私も行きますけど、私は歌わないですよ。この第4月曜日忙しいんですよ。今日12時までここでありましてね。で、3時からレッスンなんですよ、神割で。で、それが終わったら中目黒に飛んでいかなくちゃいけないという、ね。はいはい、もうレッスンって新しい新曲出すということ？いえいえ、そうじゃなくて、あの、まあ、一応声出しも、そして新曲、あの、歌の手帳という音楽雑誌があるんですけどもね、うんうん、それを教科書にして、そこで入っているものを。そうか、全くその練習をしておかないとやっぱりうまくは歌えないということですかね。そうですね、あのやっぱり、うん、毎日のように声出ししてた方がいいですし、あの、なるほどね、あの、私が新曲っていうか、それやってないから。そんな、いろんな楽譜を、まあ、できるだけ楽譜が読めるというね、訓練にもなりますし、はい、なるほどね、はい、一回私はだんだんとね、練習すればするほど下手になっちゃう。いや、そんなことはないです。疲れ果てたっちゃう。そんなことはないです。もうやっぱ練習もあんまりやるもんじゃないな。いやどなたでも練習出せればお上手になりますから、うん、ある程度限度がありますよね。あんまり真剣になって1日12時間も経ってた。あ、それはダメですけど。あの、どんなね、習い事でもそうだと思うんですけどもね、毎日少しずつやるのが上達の秘訣です ね、うん、今日ガーンとやって明日も明後日もやらないというよりは、今日も1時間明日も1時間という形でなさってた方が、どんなものでもそうですね、うん、なるべく間を空けないでこうやった方がいいんですね、はい、そうですね、大体 どのことでもそうですね。どうも私が歌が下手だなと思ってたんだけど、それができてないんだよね、大地。やっぱり声出してると声も出るようになりますし、うん、だって3年間ぐらい1回も歌わなかったことありますからね。それはダメです。わけがない。以前ちょっとね、書道を習ってたことがあるんですけど、その時も言われましたね、今日10枚書くんではなくて、今日も3枚、明日も3枚って書いてた方が上手になるよって言われましたね。なるほどね、はい。まあ、あんまり間空けない方がね、いいと思います。いや、私はね、忙しいもんだからさ。そうです、ね、歌だけっていうわけにいかない。それはそうですよね。英語書いたりとかさ。そうですよね、仕事もやりながらだからね、いろんなことやってるもんだから、うん、まあ、時間と金があればね、結構歌もうまくなるかもしれないけど。まあ、カラオケ一番安いじゃないですか。安いですよね、カラオケ、ね、そうですよ、時間帯によってすごく安い。うん、そうですよ ね、 今ね、1時間だけ歌うのが一番高い。そうですね、1時間だけとはあんまり変わらないの。6時間ぐらい、時間帯には6時間とか7時間とか、安い時間帯が1000いくらで、1時間だけも1000いくらいだ。あんまり変わらない。
この頃ねフリードリンクでねソフトクリームを食べられたりなんかしますけれどもね、はい、ぜひぜひね。で先日もね前回はあの本丸ラジオさんのね歌謡祭にもご出演いただきまして、今度10月の31日にもあるんですけど、それにもねご出演いただきますのでぜひよろしくお願いします。今のような感じで私も前もって何日間かを練習しておかなきゃダメなんですね。そうですね、いきなりだもんね、いきなり歌えるわけがない。そうですね、やっぱり前もって練習なさった方がよろしいですし、まあ、歌い込んでるとねあの歌も変わってきますので、だからあの一番最初に、ね、オープニングでかかりましたインドスキルトもあれも、あの今の私の歌い方とはまたちょっと違う。あ、違うんですか。ちょっと自分で、そうなんですけど、自分ではやっぱりねこう歌い込んでるうちにやっぱりここはもっと歌った方が良かったな、やっぱここはもっと泣いた方が良かったなっていう場面が出てくるわけですよね。あ、うん、なるほどね。やっぱり楽譜いただいてからあの半月ぐらいでレコーディングに なるんで、まあ、一生懸命その間ねあの勉強するんですけども、やっぱり絶対量が違いますからね。それからこう何年か、それができるから私は毎回歌うから違う。いやいや、やっぱり歌い込んでるとだんだん変わってきますから。まあ、イノシシキルトもね、はい、あの明日を信じての方も歌っていただきましたけど、どっちが お好きでございますか。明日を信じての方が歌いやすいですね。あ、そうですよね、こちらが素直な軽快で。ね、やっぱりなかなかね、悲しい歌ばっかりなもんですからね、明るい歌をと思って私が作詞したんですけれどもね、はい、あ、それは素晴らしい。一番言うのはね、麻布十番が一番軽快で歌いやすいですね。こちらがね、麻布十番の時のポスターなんですけども、日付が入ってまして、なんと2010年ですので、14年前のがはるかでございますので、若かったですね。あ、この頃はもうあの娘さんみたいな。そうですね、こちらと違いますかね、14年経つと違うでしょうか。いやね、私と同じでまた若返りますよ。そうですね、頑張れば。まあいつもでね、あのポスターの前で歌ってても、まあ、うん、写真と同じですねって割と言われるんですよね。時々なんかポスターと全然違う本人がいるとかっていう、お客様がいる。まあそういうお客様は、まあ、まあちょっとね、私と全く逆方向におかしい人なんだよ。まあ その歌手さんによってはね、まあ、あの技術の粋を集めていろいろと細かいとこ修正したりなんかしたポスターですのでね。まあそういうふうに思われてもしょうがないんですけどもね。あ、まあ修正はね、まあしてんでしょうね、まあ必要ですよね、うん、私なんかも修正のしようがない。いやいや、そんなことないですよ。いやね、ボールペンで自分の似顔を描いてくれって言われたんだよ、娘から。あ、いや、お父さんから娘が、ね、絵を描いて生活してるんですよ。あ、素晴らしい。お父さんも絵を描いて生計を立てようと思って教えてくれないかって言った、いや無理無理って言われて、まず自分の顔を描いてみなさいってボールペンでこうやって描きようがない、まず描いてくる。そうですね、私も、ね、絵は全然ダメなんですけれどもね。ですか。私もね、あの人物画っていうのはダメなんですよ、あの物を描くのも果物とかそういうの全く描けないです。景色しか描けない。そうですね、うん、分かりましたね。いろんなとこ景色が ありますからね、無限に、これも一生何千枚か描こうかと思って。ああ、そうですか、うん、ピカソがね、生涯描いた絵が2万枚だそうです。そうですか。そんなには出回ってないですよね、だから最初から全然誰もその相手にされなかったみたいですよ、死んでからだからね。そうです。だからそれで誰かにあげちゃったんだよ。最初からああいう絵ではなかったですよね、やっぱり弟子さんからちゃんとやったんだって言ってましたけどね、はい、だいたい画家の人たちは少なくとも2000万3000万は描いてるんですね。あ、そうですね。私はね、そこも果たしてその時間がないですからね。絵を描く人はそれしかやってないから。あ、そうですけどね。絵もね、大きなものに対策になるとね、うん、もう何ヶ月もかかるわけで大変ですよね。うん、そうだってね、大概 あの大先生は3ヶ月に1回ぐらいしか、1枚ぐらいしか描かないらしいですよ。で、私は20分から40分ぐらい描いちゃう。もっとゆっくり描けばってよ。ですか。その絵の先生とはどういうご縁だったんですか。あのフェイスブック、
そうなんですか。うん、で知り合って村人になったんだけども、そうですか。だけども、私みたいな書き方をする人初めて見たって言われましたよそうなんですか。私は自分でね、そんな早いと思ってないんだけど、一番最初生まれて初めて描いた絵が20分で描きました。あら、まあそうですか。それは、うん、じゃあいろんな才能が生まれてらっしゃってそれでいや、こういうふうに描く人生まれて初めて見たよなんて言いましたよ。ですか。才能なのかわかんないけど、やっぱり病気なんでしょうね。いやいやいや、その病気というとあれですけども、早く描く病気にかかっちゃってだから言うところもあるんだ病気以外の何者でもないですけどいやいやいや、じゃあ、 歌の方もね、もう一回、こちらの、こっちですね、猪之助友のカップリングでございます。水木遥作詞の明日を信じてのもう歌ってくださってますので、そちらもお聴きくださいませ。信じててございました。
ね、なかなか素敵な、なんていうかバッグの絵だったんですけどもね。海が、みんな大先生がね、肩に力が入ってるって言われるんですけど、その肩から力を抜いたらどうなるんだって。あ、歌ですか。難しいですよね。難しいこと言うなって思うんだけど、大体の人が肩に力が入ってるって言われますね。あ、そうですか。あれ緊張してるのも人も、ね、緊張するのもしょうがないんだけど、肩に力を入れてるつもりないですけどね、言われますね。ですか。だからまあ私みたいに1日12時間もなんてもうめちゃくちゃ下手になっちゃって、歌いすぎて練習しすぎてなんでこんな下手になっちゃったんだって思うぐらい。そんなことないですよ。言動がありますよ ね、 なんて、なるほどなって思いましたよ。やっぱ毎日ちょっとずつね、やらなきゃいけないっていうことね。そうですね、うん、はい、少しずつ歌ってるとまあやっぱりバナレ、バナレですよね、なんでもね。言動があるよね。慣れが一番大切だと思いますけども、はい、うん、でもね、あの本当にもう何でしょう、週に 2,3 回は会ってるんじゃないかと思う、ね、いろいろなところでご協力をいただいておりまして、よく会うよね、はい、選手もお会いしましたし、自分長い、はい、今夜もお会いしますし、はい、それからですね、あの、まあ、私の今年はねメインイベントがございまして、うん、あの9月にですね、デビューして20周年になるんですね。そんなになります。はい、そうなんですよ。どういうことね、あのね、命尽きるともうはずいぶん昔に聞いたことありますよ。え、そうですか。いや、この歌は まだ2020年ですよ、発売したのは。ずいぶん昔でもない。2020年ぐらい前。そう、4年目ですね。はい。最初はね、今日は持ってきてないですけど、三崎に一人というのがデビュー曲でね、それを、 あの歌もいいですね。それを神愛のリリオホールで歌ったのが、2004年の9月の13日だったんですね。あの歌もね、よくよく聴いてみるとすごくいい歌。ありがとうございます。で、やっぱりね、カラオケだけでそのなかなか元を知ってないと歌えないですね、やっぱりね。ですか。カラオケ歌ったら全然分からなかった。ですか、うん、やっぱ元をよく聞いてからカラオケ行かなきゃダメね。そうですね、うん、まあやっぱりね、 CD を求めていただきまして歌ってください。あ、歌います、うん、あの歌はね、あの島礼二先生が あのある音楽雑誌の作曲家コンクールでグランプリを取りになっていてね、その歌を何とかしたいなと思う時に私が入門して、で歌わないかって言われたんです。ああ、一番最初の、はい、三崎に一人、ね、そうなんですね、はい、でですね、あのこちらがあの水木遥の写真集なんですけども、こちらが、あ、こちらがね、15周年の時の写真なんですけれどもね、はい、20周年も同じ上野西洋軒さんで、行いますので、ぜひ皆さん来ていただけたらと思うんですけれどもね、はい、9月の8日でございます。ぜひ皆さんお誘い合わせの上、来ていただければと思います。ちょっとね、お食事がつきまして1万8000円なんですけどもね、大勢さん来ていただかないと赤字になっちゃうもんですから、よろしくお願いいたします。ぜひこちらもよろしくお願いいたします。ね、はい、松本さんは今後の予定は何かないんですか、今年は。今後の予定、はい、今後の予定はね、やっぱりね、私はね、健康ということをもう自分の人生の中心に置いてますからね、うん、でやっぱり自分自身がサンプルにならないと、でまあその疲れ切ったような顔してさ、健康そうじゃない顔してて、健康には関する情報の提供って言ったって誰も信じません。そうですね、だからもう、はい、だんだん若くなってますから、うん、これ、はい、1年に1歳じゃない、1年に3ヶ月ぐらい若くなる。あ、3ヶ月。あ、ですから150歳になったら5歳になっちゃう。あ、そうなんですか、うん、その姿を皆さんに見てもらわなきゃいけない、はい、多分その時誰もいないと思うけど。そうですね、検証する方が大変です。まあそう思ってるんだけど分かんないよ、どうなるかは。はい、それではですね、だからね、そういう、まあ私の人生を見てくださいという人生、人に見せるための人生。素晴らしい。もうね、だから闇が遅いですよ。私は会社をやり始めて25年ですよ。何にもやってない。
そうですか。まだ何にもやってるつもりはない。まだ修行の身ですから。1に勉強、2に勉強、3に勉強、5に勉強です。素晴らしい。四捨五入して4はない。そうですか。はい、大変結構でございます。勉強中ですから、まだまだ。はい、ではね、これでちょっとはるかの歌も。はいはいはい。じゃあね、じゃあマスボ社長様がお気に入りなど、アザブチューバーもね、見ていただきたいと思います。これも PV がね、大変昔のでございません。もう10年以上前なんで、若いはるかが出てまいります。はい、ではこちらも水木はるかの作詞でございます。アザブチューバーお願いいたします。パンの包みを抱えてた異国の少女、黄色のリボンなびかせた。あの丘がまだ静かだった頃、二人通ったランチ、約束の時間に遅れたと、あなたは通り坂を駆け降りた。馴染みの店は小さくて、触れ合うほどにあなたはいた。そう、あなたがいた。それだけでよかった。笑顔あるだけで風が揺れてた。麻布十番歩いた、アザブ十番。そういえばお聞きいただきました。いい歌ですね。ありがとうございます。はい、ちぎりんさんからね、2通目が来ました。さあ、水木はるかのスマイルプラスも順調スタートを切りましたね。ここで果実のお話ですが、水元公園で開催されました葛飾勝負祭りでは盛り上がりましたでしょうか。大変伝統ある祭りと聞いておりますが、当日の模様などを聞かせていただければ幸いです。では今日もお忙しいようですので、気をつけてお出かけくださいね。ちぎりんより、ということでね。はい、2つ目どうもありがとうございました。はい、5月のね、最後の日曜日から6月いっぱい葛飾で、水元公園と、それから堀切勝負園というところでもね、あるんですけども、葛飾勝負祭りというのが行われましてね。で、私は6月の9日の日曜日に出たんですね。で、6月でございますので、まあこの間梅雨入りしたんでね、まだ梅雨入り前だったんですけれども、でも雨かまたは晴れるともうカンカン照りで暑いということでね、もうお客様に来ていただくのに大変な6月なんですね。ところが6月9日はちょうど曇っておりましてね、ちょっと風も吹いておりましたんで、座って見ていただくにもちょうどいい加減だったものですから、よかったなと思ってるんですけどもね。そちらでも、15分間いただきましたので、いろんな曲を歌わせていただいて、ステージだけではなくてね、降りていきまして、皆さんと握手をしたりとかいろいろしまして、
写真も撮っていただいたんですね。そうしましたらですね、フェイスブックのお友達の山形から来てる方がいらっしゃいましてね、はいはい、でその方もフェイスブックで知り合った方のところをいろいろと東京を回ってらしたんです、いろんなカラオケ屋さんの。で私がその6月9日に出るということもフェイスブックでチェックしてくださってたらしくて、はいはいはい、来てくださいましてね、すごいですね、はい、その写真撮ってくださってなんかしたもんで、びっくりしちゃいましてね、そんなことお聞きしてなかったもんですから。でその日もその後またちょっとラジオ日本の放送があったもんですからダッシュで出てちゃったもんでお話もできなかったんですけどもね、後から送ってくださったりなんかして本当にびっくりしたんですけども、まあ、それは良かったですね、はい、もう本当にね、うん、いろんなところでフェイスブックでお知り合いになったね、先ほど遠野先生もフェイスブックでお知り合いになったっておっしゃいましたけども、フェイスブックで人生ずいぶん変わりましたね。そうですか、うん、そうですね、本当にもう今まで見たことがないところからでもね、お便りをいただくようになりましたしね、いろんな方とお知り合いになっているかったなと思いますしね、松本さんと知り合ったのもフェイスブックですよね。ところがね、結構ね、歌手の方はフェイスブックやってるんですけど、ほとんどの人が何の反応もないですね。あ、そうですか。挨拶程度で終わりです。あら、そうですか。だから結構いろんな情報を送っても何の音沙汰もないからそれはやめちゃうんですけど、そうですか、やっぱりね、数少ないですよ。あ、そうですか。返事が返ってくる人って、いくらね、歌手やっててもよほどの人じゃないと仲良くできないんじゃない。そうですか、ね、そうですか、ね、じゃあまたぜひ仲良くしていただいて、これからも出ていただきたいと思います、ちょっと CD の、ね、説明が、こちらがですね、イノシシキュートモですね、でこちらが麻布十番でございまして、この麻布十番のこの CD が売り切れてるもんですからね、ただいまこの田園調布のカップリングとして麻布十番入っておりますので、ぜひそちらもお求めいただければと思います。はい、じゃあ今日はどうも本当にありがとうございました。いやいや、こちらこそ、ね、またぜひご出演いただけますように、はい、はい、それでは、9月の8日上野水曜券でお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ではエンディングは水木遥作詞、明日を信じてお聞きいただいて お開きでございます。今日はどうもお聞きいただきましてありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、ではまた来月まで、さよなら。励まし合って唇かんだ、あの日も涙流れた、そんな日もきっといつか、必ずいつか、明日を信じて、あなたを信じて、喧嘩を何度したでしょう、それでもあなたの背中を追って、笑い合ったあの日が、喜び合ったそんな日から